こんにちは、モナコの萌えピンクッキングです。今日はね、長芋のチヂミをしたいと思います。お願いします。長芋です。これは 400g ほどの長芋です。ネギはね、ネギは適当な量使います。が、卵1個とキムチとね、小エビあります。これらでね、これらで使っていきたいと、作っていきたいと思います。ではね、長芋ですけど、これ皮を剥いてすりおろしますね。はい、これをボウルに入れますね。よいしょ。長芋のすりおろしたのに、ネギの切ったのを入れました。今度は小エビです。小エビはね、適量でいいですよ。好みの分、好みのこれくらいかなっていうくらい、お好きな好みの量で。今日はね、キムチも入れたいと思いますよ。キムチをどれくらい、ちょっとだけ。キムチもね、好きな量でいいですよ。好きな量を入れます。はい、小エビと、とても美味しそう。今度は卵も1個割りますね。今度はそして混ぜましょう。塩をね、小さじ1杯ほど、小さじ1杯半ほどだ、小さじ1杯半ほど入れて、入れましたよ。今日はね、これに片栗粉を入れたいと思います。片栗粉を大さじ2杯入れ、混ぜて、油入れましたよ。大さじ1杯くらい油入れました。もうこれは見るからに美味しそうです。ここにね、もうたっぷりの、あら、お、ほら、ちょっと多すぎた赤みがあるけれど、ちょっと多すぎたかな。ちょっと多すぎましたね。まあ、焼いていきましょう。160度ほどで焼きます。160ほどで5分間ほど焼きますよ。5分間ほど焼きます。ちょっとお待ち。はい、5分ほど焼きました。まあ、とってもいい匂いがしてますね。とても美味しそうですよ。
今度はね、また弱火で3分ほど。炊きましょう。すっごいもちもち、長芋いっぱい入ったから、もちもちです。はい、長芋もちもちです。これ切ってみますよ。大丈夫かな？ね。すごいもちもちです。これはもちもちすぎる。よいしょ。とってもいい匂いがするんだけど、もちもちです。おっと、あんまり焼けてない。まあいい感じで焼けてる。裏はね、よし、こんな感じですよ。裏よし、結構いい感じで焼けてました。はい、できました。今日はね、長芋のチヂミをしてみました。とっても美味しそうな香りがしてね、美味しそうです。柔らかくて、はい、これで、ね、酢醤油で食べたらいいと思うんです。わ、柔くてポニョポニョです。柔くてポニョポニョですわ。ちょっとだけ味見させていただきます。美味しそう。長芋がね、とろっとしてもっちりしてとても美味しいです。酢醤油で食べるといいね。はい、今日も見てくださってありがとうございます。モナコのもう一品クッキングでした。できましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、とても美味しくなりました。